おかえり。
帰ってきたか。
敵二体を捕捉。よし、いい攻撃だ。ナイス。レア物から奇襲とはな、大量打ちにしてやれ。はい。レア物だ、逃がすなよ。来たって。疾風属性効かない。よっと。よっ。はっ。はい。よっ。よっ。体勢を崩す。やっちまおうぜ。ほら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 。敵はあと1体だ。よし、一気に畳みかけろ。よし。敵3体、油断するな。あと2体だ。いいぞ先生。いいぞイオリ、敵はあと1体だ。いいぞ先生。では全校朝礼を始めます。まずは校長先生からのお話です。ではお願いします。うん、急になんだろう。やっぱり最近の事件のことかな。世間も騒がしいしね。さあな。でもシャドウのこととか校長が知ってるわけないしな。何にしてもあんま長くならなきゃいいけどな。うちの校長話好きで有名だもんね。諸君らに今日は特別に大切な話をしようと思います。世間では不可解な事件や理不尽な事件が多いようですが、この学園の生徒である諸君らには関係ないことだろうと思います。しかし高校生という若い時期には様々な悩みもあるでしょう。まあ、だからといってあまり思い悩むことはないのです。過ぎたるは及ばざるがごとしという言葉を紹介します。これの意味はといいますと、これってもしかして
前の霧城先輩のスピーチ意識してる？多分そんなとこだな。ま、同じ男として気持ちはわかるけどさ。おかえり。Thank you.
君か。
早くも見事な一品との出会いが。これが噴水、命の源たる水をもてあそぶ罪深きハート。その魔性ゆえに効果を投げ入れた者の願いを叶えてしまう者まであるとか。そうなのですか。効果の量が噴水の主の求めに満たなかったという可能性が。実は私、そうしたことも考慮しまして、効果をやや多めに持ってまいりました。こちらの世界の500円効果にしまして、2,000万、締めて100万円からスタートでございます。投げ入れることばかりに夢中で肝心の願いを考えておりませんでした。これではいけませんね。熟考の上、また近いうちに訪れることにいたしましょう。おや、こちらは何の施設でしょうか。中に険しいお顔立ちのご人がいらっしゃいますが、こちらに貼ってある顔写真は指名手配、報奨金、これは私の討伐依頼と同様のものと考えてよろしいのでしょうか。なるほど、生け捕りでございますね。特進いたしました。こちらの建物は、まさかここはクラブ、内なるパトスのままに踊る。そんな日常では許されぬ欲求を解放する光と音の地下庭園。そんな、今は閉まっているのですか。残念でございます。ぜひ私もと思っておりましたので。イエーイ。さあ、ご一緒に。まあ、なんというダイナミックかつフレキシブルな妙技。あなたのことを師匠と呼ばせていただきたいと存じます。幾分気が収まりました。それにしても、どの場所も大変興味深く目移りをしてしまいます。よろしければ、あなたのおすすめを教えていただけませんか。カラオケ、それはまさか下部音楽の本職の歌い手にワンボタンで挑戦できるという、あの私の秘密のレパートリー、ついにお披露目の時が訪れたようです。失礼、少々お待ちいただけますか。こちらにも噴水があったのですね。さらにあちらにも噴水が。なるほど、この場所の噴水の主は三位一体ということなのですね。お待たせいたしました。それでは参りましょう。本日は数々の貴重な体験をさせていただきました。依頼の方は十二分に達成でございます。よろしければまたいつかご一緒させていただきたく存じます。
おかえり。敵2体を捕捉。まずい、竹馬が危ない。まずいぞ、体力が。体力に気をつけろ、ダメージが大きい。敵はあと2体、油断するな。油断するなよ。行動不能だ、回復できるか。よりがまずいぞ。どじったぜ。敵はあと1体だ。2体捕捉、敵は動揺してるよ。はっ、はい、ナイス。一気に畳みかけろ。先制のチャンスだ、敵2体。標的。ナイス、飛びかけろ。オラスだぜ。Thank you.
機2体を捕捉。敵はあと2体、油断するな。あと1体だぞ。あと1体だよ。よっと。敵はあと1体だ。敵3体、油断するな。ダメだ、敵にマークされてる。弱点が複数ある。敵残数3体、まだ余力がある。弱点が…弱点をついたぞ。すげえ。よし、いい攻撃。ナイス。見事な連続攻撃だ。総攻撃チャンス。わかった。よっ。全員3回、個別行動を取れ。ラッキー。敵2体を捕捉。よし、いい攻撃だ。もう一丁。弱点にズバリだ。来た、総攻撃チャンス。こりゃやっべ、ラッキー、お金拾っちったよ。敵2体を捕捉。もう一丁。オラスだぜ。よし、一気に畳みかけろ。ええ、ラッキー。
敵シャドウは1、先制攻撃のチャンスだ。疾風族、敵はあと1体だ。弱点をヒット、今だ、やっちまおうぜ。ほら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 、いや、知ってた？真田さん、今日検査入院でさ、さっき連絡あって病院に届け物頼まれちゃったんだよね。俺って結構頼られてる？そんなの帰宅部なら暇だろうって頼んだんでしょ。そんなことねえだろ。冗談だって。で、何を持ってこいって？隣の E 組のクラス名簿だってさ。名簿？どうすんだろそんなの。ていうか今日たまたま部活休みだし、つけようかなそれ。ね、一緒に行くよね。病院まで来いなんて何か大事な用っぽくない？つか俺が頼まれたのにな。大事な用ならみんなで言っといた方がいいってね。真田さんの病室じゃなかったりします？お前たちどうして大勢で？ただの検査入院と言ったろ。アキ、もういいか？ああ、参考になった。いちいちてめえの遊びに付き合ってられるか。お前今の一応同じ学園の生徒だ。先月から増え出した謎の無記録書はお前たちも知ってるだろ。あいつたまたま患者の何人かを知ってたな。話が聞きたくて呼んだ。それより順平、頼んでたものは？もち持ってきたっす。すまんな。じゃあそろそろ行くか。ちょ、何腕ブンブン振ったらまた。平気だこのくらい。あまり長いと部活にも響くだろ。取り戻す時間が惜しい。そういえば先輩ってなんでボクシングを始めた理由か。そうだな、別にボクシング自体に思い出はない。素手の格闘技なら何でもよかった。昔自分の無力さを思い知ったことがあってな。もうああいう後悔はしたくないんだ。それに自分がどこまで強くなれるのか興味もあるしな。まあ言ってみれば自分対自分の終わらないゲームみたいなものだ。なるほど、ゲームっすか。好きっすよ俺もゲーム。あんたのはテレビゲームでしょ。ああ、でも格ゲーもやるよ。どうでもいい。君か、おかえり。Let's party, move that body, make sure you don't hurt nobody. I said
ミス、おかえり。元気かい？一週間後は満月だよ。気をつけて。また一つ試練がやってくるからね。君が奴らと出会うことさ。試練と向き合うには準備が必要だ。でも時間は無限じゃない。もちろん君なら分かってると思うけどね。じゃ、それが過ぎたらまた会いに来るよ。
君か、おかえり。I'll put you in.
おかえり。Oh.
おかえり。
帰ってきたか。I tried hard, but I failed to win so long.
君か。おかえり。なんだ、まだやってたのか。まあな、敵はいつ来るとも限らない。タルタロスの外まで見張ろうなんて、そう簡単にできるものか。本音を言えば力不足だな。私のペンテシレアでは情報収集はこの辺りが限界かもしれない。しかしペルソナの力というのは想像していたよりだいぶ幅広いものらしい。何しろ次々とペルソナを変えながら戦えるものまで現れたくらいだ。彼女の能力には特別なものを感じる。まだ覚醒して間もないというのにな。確かにあんな奴が現れるとは驚きだ。しかしペルソナを使うのは俺たち自身。それを活かせるかはあいつ次第だな。これはシャドウの反応。何？本当に見つけたのか？でも待て、反応が奇妙だ。大きすぎる。こんな敵は今まで。まさか、先月出たのと同じでかいやつか。間違いないだろ。そうか、思いがけず楽しめそうじゃないか。他の3人を起こすぞ。ああ、お待たせしました。なんすか、敵っすか。タルタロスの外でシャドウの反応が見つかった。詳しい状況はわからないが、先月出たような大物の可能性が高い。外に出た敵は仕留め逃すわけにはいかない。影時間は大半の者にとってないものだ。そこで街を壊されたりすれば矛盾が残る。それだけは絶対に避けたい。ま、要は倒しゃいいんでしょ。やってやるっすよ。またあんたは。秋彦はここで理事長を待て。冗談じゃない、俺も出る。まずは体を治す方が先だ。足手まといになる。なんだと。彼らだって戦えるさ。少なくとも今のお前よりはな。秋彦、もっと彼らを信用してやれ。みんなもう実戦をこなしてるんだ。くそ、任せてください。俺マジやりますから。仕方ないな、現場の指揮を頼む。やっぱそう来るんですよね。頼むぞ、できるな。あ、期待してるぞ。つか、もうこのままリーダー固定っぽいよな。俺、男なのにさ。男も女も関係ない。できる者がやるだけだ。女だからという理由で今後彼女を見下すような言動をしたら。あ、いや、別に下に見てるとかそういうんじゃ。いいから3人は先に出ろ。ミツルは準備がいるんだろ。あ、駅前で落ち合おう。了解です。じゃ、行きますか。まだかな。すぐ来んだろ。今夜は満月か。なんか影時間に見ると不気味ね。あ、なんだ？
れてすまない。バイク。いいか、要点だけ言うぞ。情報のバックアップを今日はここから行う。君らの勝手はこれまで通りだ。シャドウの位置は駅から少し行ったあたりにある列車の内部。そこまでは線路上を歩くことになる。え、線路歩くってそれ危険なんじゃ。心配ない、影時間には機械は止まる。無論列車もだ、動くはずはない。いや、でもそのバイク。これは特別性だ。それに状況に変化があったら私が逐一伝える。よし、では作戦開始だ。ね、あ、うん、そういうノリ。これだよね。3人とも聞こえるか。あ、はい、大丈夫です。今着いたんですけど、パッと見じゃ特に。敵の反応は間違いなくその列車からだ。3人とも離れすぎないように注意して侵入してくれ。わかりました。ヘヘ、腕が鳴るぜ、つかペルソナが鳴るぜ。じゃあ乗り込みますか。覗かないでよ。へいへい、覗かねっつの。てか見えたらしょうがねえよ。順平、ここに埋めていこうか。これ人間つか乗客だよな。あ、どうした、何があった。それが閉じ込められたみたいで。シャドウの仕業だな。確実に君らに気づいているということだ。何が来るかわからない。より一層注意して進んでくれ。了解です。してやっからさ。こら、順平、危ない、後ろだ。敵2体を捕捉。了解、分析してみる。少し時間がかかる。いい攻撃だ。もう一丁。自分からはぐれてどうすんの。反応では何秒か先へ行ってるだけだ。わかりました、すぐに。って邪魔だっての。もう敵3体、油断するな。よし、いい攻撃。もう一丁。了解、分析してみる。少し時間がかかるぞ。Don't tangle with me.
弱点が複数あるよ。あと1体だよ。敵はあと1体だ。よし。敵3体、油断するな。了解、分析してみる。少し時間がかかる。ワンコっちゃない、一人で勝手するからよ。もうで大丈夫？ああ、んだよ、俺一人で行けたっつうの。ちょっとあんたね。おい、気をつけろ。敵の動きが急に静まった。警戒を怠るな。おわっと、なんだよ、動かねんじゃなかったのかよ。どうやら列車全体がシャドウに支配されてるらしいな。らしいってちょっと大丈夫なんですか？おい、やばくね？まずい、このままスピードが落ちないと数分で一つ前の列車に追突する。追突？何なんですかそれ。いいか、落ち着いて聞くんだ。さっきから先頭車両に強い反応を感じる。多分それが本体だ。行って倒し列車を止めるんだ。くそ、何のアトラクションだよ。ったく、敵3体、油断するな。了解、分析してみる。少し時間がかかる。あと1体だよ。許さない。はい、敵はあと1体だ。弱点をついたぞ。来た、総攻撃チャンス。わかった、一気に畳みかけろ。よし、敵はあと1体。敵の体勢が崩れた。今だ、やっちまおうぜ。ほら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 。
先生のチャンスだ。敵に痛い。この大物は初めてだ。焦らず、了解。分析してみる。少し時間がかかる。闇の力は効かない敵のようだ。続けて攻撃だ。ナイス。よし、体勢を崩した。追い打ちチャンスだ。だいぶ消耗している。
ギリギリセーフか。っておい、止まんねえじゃんか。そっか、ブレーキかかんないとすぐには。おい、どうした？前の列車はすぐそこだぞ。あー、こんなもんの運転なんて分かっかよ。止まった？止まってるみたい。おい、怪我はないか？一応大丈夫です。やば、私膝洗ってる。あー、もうめちゃめちゃ嫌な汗かいたっつーの。おい、平気か？おい、泣きべそかくなよ。ハンカチ、使った後のでいい？って笑ってんなよ。無事らしいな。今回はバックアップが至らなかった。すまない、私の力不足だ。シャドウの反応はもうない。よくやってくれた。安心して戻ってくれ。てか、ブレーキよくわかったね。女の勘ってそういうとこに働かないでしょ。いや、もう何でも。つか帰りなんか食ってかね。安心したら腹減っちったよ。あのね、女の子はこんな時間に食べないって。コンビニなら寄ってもいいけど。俺だ。こちら現場だ。たった今すべて片付いた。モノレールにも目立った被害はない。ご苦労様、キリジョー君。いや、列車を乗っ取られたと聞いた時は正直どうなるかと思ったけど上出来だよ。これなら明日の朝刊に変な大見出しが出るようなことはなくて済むね。彼らがよくやってくれました。短期間で驚くほど成長しています。しかしシャドウの様子、ただごとじゃないですね。モノレールを乗っ取るなんて調子に乗りすぎてる。こちらでも調べてるよ。ついに始まったということなんでしょうか。まだ早計には言えないけどね。とにかくまずは現れるきっかけを突き止めないことにはね。いつもこんな土壇場までわからないのはどうにもまずい。私にもっと力があればみんなの負担を軽くできるんですが。気にしなくていいさ。君はよくやってくれてる。そんなことよりね、真田君さ、なんか飲み物を持ってない？はあ？というか、いくつきさん、今日なんだか疲れてませんか？まさか表に止めてあった自転車。明日、いや明後日あたり筋肉痛かな。こりゃ、
君か。おかえり。町の真ん中にシャドウ、しかも交通機関を乗っ取るか。これはいよいよ始まった可能性を検討する必要がありそうだね。モノレール、モノレールにモノレール。そうだ、メモメモと。だが今回の勝利は偶然に味方された要素が大きい。特に最後、運転台の操作を誤っていればあれだけで命に関わったに違いない。シャドウが集団で機械を乗っ取るという前例のない行動。モーター、モーターが壊れてモーター。どうしたんだ、今日は冴えてるぞ。メモメモ。ちゃんと歩道を歩きましょう。シャドウは大変危険です。本題からだいぶそれたところで乗ってきてしまったが、まあよし。そうだ、書き留めておいて、今度みんなが集まった時に前段発射だ。靴下を発…靴下。もはや作戦と何の関係もないね。それからと。